イカズチ兄貴かっこいい。札幌市住宅街にクマ出没、ビビりまくりのしょっちゃんです。多分全国放送のニュースにはなってるよね。どういうことって思った人、札幌市クマ出没で検索したら出てくると思うんだけど、このニュース、まさかのね、住宅地にクマが現れるというね。北海道といえば鮭加えたクマみたいな、そういうね印象あるかと思うんですけれども、それはね、ほんとね、山の中とか田舎とか、しょっちゃんが昔住んでた田舎にはね、クマ出たよ。年に一回ね、撃たれるんだよね、捕まるの。なんだけど札幌市の中でね、住宅地でっていうのはなかなかないでしょう。しょっちゃんはその出没した住宅地のところには住んでないんだけど、まあ少し離れてるんだけどね。でもいつどこでクマが出てもおかしくないわけ。札幌市って言ったってすぐ山あったりねするわけよ。川沿いに歩いて来られたら街中に入ってこれるわけよ。まあでも今回のクマはねすごいよね。普通に道路とか歩いてきたんでしょ、きっと。あんな住宅街の中にいるんだから。元町イオンの駐車場で見かけられたとかね、すごいよね。丘珠空港の滑走路にいたとか。勘弁勘弁。まあそんな話はさておきっていうかね、このね撮影の時点でまだクマはね捕まっていないっていうね、ハラハラドキドキしょっちゃんなんですけれども、落ち着いて頑張っていこうと思います。本日は金曜日、アンケート動画でございます。今回も皆様たくさんのアンケート回答ありがとうございます。では行ってみよう。この前皆様にお願いしたアンケート、最近の仮面ライダー最強フォーム変身アイテムどれが好きというものだったんですけれども、全部で136票です。136名の方ありがとうございます。コメントもいただいております。グッドボタンも15ありがとうございます。では結果を見ていきましょう。こちら、やはりそうですよね。1位は 68% でパオケンクロスセイバー、もちろんですよね。しょっちゃんもね、実はねこの中でどれが好きかって言ったらね、パオケンクロスセイバーなんですよ。まあ出来たてほやほやっていうところもあるんですけどね、ワンダーライドブックとかそういうものじゃなくって、聖剣が最強フォーム変身アイテムっていうところがねグッときました。過去にもあったみたいですよね、そういう感じなのね。なんだけどね、しょっちゃんねそれわかんないからね、今回グッときたんですよ。はい、そんな感じですが、次行きましょう。第2位 15% で02プログライズキー&02ドライバー、これもわかるよね。02ドライバーでドライバー変わっちゃうんだっていうね。プログライズキーっていうのはわかるけどね、ドライバーも変わっちゃってるねっていうのがね、良かったと思う。そんで次が 7% ハイパー無敵ガシャット、これはね金キラ金でね黄金でね良かったよね。そんでその次が 5% グランドジオライドウォッチ、これも金キラ金だった、すごかったよね。たくさん平成のライダーのさ顔がバーって出てきてね。で最後 4% ジーニアスフルボトル、それわかる気がする。しょっちゃんもねビルドめちゃめちゃ好きなんですけど、そこまで特別感なかったかな。どっちかっていうとクローズビルド感の方が特別感あったんじゃないかなってちょっと思っちゃうよね。そうそう、しょっちゃんのラビットタンクスパークリングがね好きだったからね、そういう感の方が良かったかなって感じ。なんか納得のいくランキングの答えみたいな感じだね。皆様136名の方ご協力ありがとうございました。いや楽しい楽しい。じゃあね、新しいねアンケートもいきますよ。この動画の一番頭でイカズチ兄貴かっこいいって言ってたんですけれども、はい、こちらイカズチ兄貴 SH フィギュアーツ、本日2021年6月18日金曜日夕方4時16時から予約受付開始なんですね。今まで SH フィギュアーツなかなか注目してきませんでした。それはどうしてかというと、しょっちゃん持ってないからなの。自分勝手でしょ。でもね、今回触れるんだよ。で、今回のね、新しいアンケートなんですけれども、こちら、仮面ライダーの SH フィギュアーツ、持ってる？皆さん持ってますか？
前ライダーキックスフィギュア持ってるかいっていうようなアンケートを取って、 SH フィギュアとは触れてなかったはず。なんかね、たくさんアンケートやってるとね、何やったのか何やってないのか分かんなくなってきて、もしアンケートの内容かぶってもそれ最新版ってことにしといて、これからね、かぶるかもしれないから、かぶらないように努力はするけどね。はい、ということで話戻しまして、今回のアンケート SH フィギュアーツ持ってるかいっていうアンケートです。で、 SH フィギュアーツいろんな種類出てますよね。なので今回仮面ライダーの SH フィギュアーツ持ってるっていう質問にしたいと思います。選択肢こちら、1から5体、6から10体、11体以上、持ってない、仮面ライダー以外なら持ってる。はい、そんな感じにしてみました。 SH フィギュアーツって結構いい値段するんですよね。イカズチ兄貴のやつ、ついでに情報見ていきましょう。はい、これイカズチ兄貴の SH フィギュアーツ、本日16時から予約受付開始のものです。これ公開されてる頃はどうだろう、予約いっぱいになっちゃってるかな、終了しちゃってるかな、わからないんですけれども、情報見ていきますよ。販売価格税込み6600円。うん、いい値段。予約受付開始が6月18日16時、お届け日が11月発送予定となっております。 SH フィギュアーツね、結構人気ですよね。で、しょっちゃんもね、仮面ライダーの SH フィギュアーツは持ってないんだけど、はい、こちらたまに出てくるよね、この映画泥棒のカメラのやつ、これと映画泥棒といえばこの撮影したらダメだよって出てくるこれ、これはね持ってるんですよ。これね SH フィギュアーツなんですけど、ちょっとねお安めなやつ、3000なんぼのやつですね。でも仮面ライダーとかはね、やっぱり立派だよね。6600円、イカズチ兄貴のもう一回見てみる、ほらね、かっこいいよね。欲しいなと思うけど、やっぱりさ、なかなかね手が出ないよね、そこまでね。というかクロスセイバーの SH フィギュアーツとかもこれから出るってわけでしょ、かっこいいんだろうな。今プレ版で見たら、仮面ライダー牙エンペラーホーム、これがね人気の商品になってましたね。こちらはねなんとね9900円、11月発送予定で、今6月18日お昼頃の情報では予約は受付中となっております。うん、これは豪華だもんね、高いよね、すごいな、かっこいいな。牙ね、牙の世界観ね気になるんだよ、何話か見たんだよね、3話か4話ぐらい見てね止まってる。はい、ということでちょっと話戻しますね。ランキングじゃない、アンケートですね。選択肢もう一回見ましょう。はい、こちら、1から5体持ってるよ、6から10体持ってるよ、11体以上持ってるよ、持ってないよ、仮面ライダー以外なら持ってるよ。はい、こんな感じでございます。こちらのアンケート、6月25日金曜日朝9時頃までとなっておりますので、皆さんもこんなにたくさん持ってんだぜみたいな感じの人はね、もうポチッとねガンガン押しちゃってください。いつも通りコミュニティ欄でやっております、お待ちしております。もし仮面ライダー以外持ってる方、コメント欄にね、これを持ってるよ、あれを持ってるよっていうの教えてくれたら嬉しいです。しょっちゃんと同じくこれ持ってるよとかね、教えてください。さあ今日はこんな感じ。明日はね、明日の動画なんだけれども、ちょっとね新たな挑戦をしようと思っていて、明日あげれるかな、もしそれアップされたら温かい目で見てください。初挑戦なんでね、初挑戦、初めての挑戦なのでね、ちょっとワクワクしつつドキドキしております。そんな感じ。よし、クマ捕まったかな。今ね、UHB っていう北海道のねローカルのチャンネルあるんですけど、8番ね、そこでね中継してるんですよ。この撮影終わったらちょっとねテレビつけて見てみたいと思います。それじゃあ今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。アンケート投票お待ちしております。ぜひぜひポチッとしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。いいじゃないよ、クマどうなってんの、怖い怖い。